テルロフェンは、チオフェイやセルノフェンの、テルルアナログである。テルロフェンの最初の合成は、1961年、ブレラによって、1、4自立用テトラフェニルブタジエント4エンカテルルを反応させて、テトラフェニルテルロフェンを合成したものだった。ジクロロメタン、エタノール混合物からの再結晶による収率は56%で、U 点239セッ239.5度の、 黄色から大々色の結晶であった。同じ化合物が1、4ジオードテトラフェニルブタジエンとテルルカリチウムの反応で82%の収率で得られた。1966年、マックはテルルカナトリウムとジアセチレンオメタノール中、摂氏に重度で反応させることで、痴漢なしのテルロフェンを合成できることを報告した。この方法は、体として、 ジアセチレンの痴漢体を用いることで、2、5痴漢テルロフェンの構成に一般化できる。生成物は、有点摂氏36度、沸点摂氏148度の薄黄色の液体として得られた。タチッチラは、シュレンクラインを用いて、反応容器内の酸素と水分を除去し、副反応としての望まない、酸化物や重合物を減らすために、純粋な豚ジーンを用い、 中立向工場のためにメタノール除去のために真空にすることを止める等の改良を行った。この改良された方法により47%の中立でテルロフェンを単理できるようになった。テルロフェンの原始配置は1973年にマイクロ波分工法により初めて決定され、その後 X 線散乱によりさらに詳細に研究された。 シー C 結合の長さは 2.046A でセレノフェンよりも短い。さらにシーテ C 角は82度でセレノフェンよりも小さく、これはテルル原子がより大きいことに起因している。これらの観測結果はセレノフェンの方向属性がテルルフェンよりも大きいという事実ともマッチする。方向属性の大きさは以下のような順番となる。 金属触媒によるクロスカップリング反応やエニンの感化等、テロロフェン合成の様々な方法が開発されてきた。いくつかの例を下に示す。2008年、ゼニラは、同触媒によるカルコゲノエニンの感化により産地間、カルコゲノフェンが得られ、さらにボロン酸を用いたパラジウム触媒の鈴木、ミヤウラカップリングにより感能期化されると報告した。2016年、 テーラーらは、うだ、小杉、スティルカップリングによるパワフルオロアリルチカンテルロフェンの合成経路を報告した。この化合物は、この後、ヨウ素化とそれに続くその等カップリングにより、塩化物イオンや、周化物イオン等のアニオンの受容体が生成される。しかし、酸チカン、テルロフェンを合成する、金属触媒のクロスカップリング反応は、合成が複雑なサンブロも、 または三ードテルロフェンを必要とするため、面倒であるとされる。大体の方法が2013年にセフィーロズラにより、報告されたが、この方法は、ワインレブアミド等の高価な出発物質が必要であり、さらに収率が低いという欠点を持つ。2018年、ハンラは、繊維金属を用いずに、温和な条件下で1、1字ブロもマイナス1円マイナス3インと、 テルル化物状を反応させることで、様々な痴漢、テルロフェンをワンポット合成する方法を報告した。テルル化物状は、エタノール中で、中華水素ナトリウムにより、テルル、セレンを還元することで得られる。三痴漢テルロフェンの合成は、以下のようになる。気候の研究により、この反応は、溶媒の極性に大きく影響されることが明らかとなった。 水のような極性溶媒は、低位置結合を非極在化させ、手を負に加電して、より嗅覚性を高める。より広い反応のスコープを得るため、著者らは、水よりも高い誘電率を持ち、さらに水よりもエニンをよく溶解させる、ジメチルホルムアミドを溶媒として用いた。DMF と、ターと、ブチルアルコールの混合溶媒を用いることで、2、4置換。 テルロフェンを室温で合成することに成功した。エチニレン化強ビステルロフェンアニオン受容体2016年、テーラーらは、テルロフェン同士がエチニレン化強で結合した構造を持つ、ニザで、電子不足のビステルロフェン受容体を開発した。テルロフェンは、アニオンとの関係では、ルイス酸として働くと考えられるため、電子不足のアレンが置換したに、ゴジアリルテルロフェンが合成される。 テトラヒドロフランへのボイオン n c l 負荷における光学吸収スペクトルの変化のモニターから2、5、ビス、アリルテルロフェンは 31020Lmol1 の結合定数で CL マイナスと結合できることが明らかとなった。また BR マイナスやブロマイナスとも結合すると考えられている。コンピュータ解析により H2 連結合が2つのテルロフェンを 受容体が塩化物と2つのカルコゲン結合を形成できるような適切な位置にカルコゲン結合ドナーを配置することが示された。二葉土マイナス5テルロフェンから連続その等カップリング反応によりエチに連結合したビステルロフェンが合成される。THF 中、受容体の溶液に 54NCL を加えると吸収スペクトルの変化が見られ、カイコール 2290L。 モルを示す。優位に高い価の値は、塩化物アニオンが、テルル原子の間に位置し、で CL 結合の長さが 3.23A、CL テシー角が170度となる、最小エネルギー配置を示す、密度反関数理論に基づく計算と一致することが、分かった。ニザ需要帯の大きな違いの一つは、一座範囲子と異なり、アニオン、アレンは安定効果がなく、 カルコ原結合だけであることである。B3 リップ関数及び6から31、G 規定関数計により、アボガドロとゲーミーを用いて計算した2、5ジアリルテルロフェンの、ルモプラス1、ルモ、ホモ、ホモ,ホモマイナス12013年、セフィーロズラは、イソインディゴチカンテルロフェンである2、5ビス、5体、テルロフェンから CL に及び、BR2 が光還元脱にする初めての事例を、 報告した。低エネルギーでの吸収につながる広範なパイ協約のため、ハロ原子を光冷気し光還元脱離させるため、505ナノメートルと比較的低エネルギーの光が用いられる。CL2 及び BR2 の光還元脱離の量子収量は各々、各の0.19%、0.18%であることが明らかとなった。密度反数理論計算により、 光冷気の主繊維は535ナノメートルで、ホモからルモプラス2への繊維であり、ルモプラス2の状態は TX の反結合性を持っていることが明らかとなった。低い量子終了はもはや TX 反結合性の低エネルギー、冷気状態がない事実のためであることが前提とされ、これが反応の効率性を制限した。したがって、 テルロフェンの置換器を変更することにより、光冷気時の主繊維が、ホモからルモになるようにすると、TX の反結合性を持たず TX の帰離を、促進しない状態の緩和による、効率性の阻害がなくなり、反応が大幅に改善すると考えられた。2、ゴジフェニルテルロフェンからのハロゲンの光還元脱離2015年、セフィーロズラは、2、ゴジフェニルテルロフェンが二電して、 テコ反応サイクルにより16.9%に達する量子終了でフルオリン、クロリン、ブロミンの光還元脱離に関与していることを示した。これは光還元脱不足を行う有機テルル化合物の最初の報告であった。2、コージフェニルテルロフェンの保護及びルモ起動は計算科学ソフトウェアプログラムゲームを用いて 密度半関数理論に基づき計算されており、ルモは分子全体に非極在化しているという、セフィーロズラが報告した軌道像と一致する結果が示された。B3 リップを用いた密度半関数理論計算により、最も強い2つの光繊維は、ホモからルモとホモからルモプラス1への繊維であることが示された。しかし、ハロゲン負荷の場合は、 どうもルモのエネルギーギャップが小さくなり、ルモが大きな半結合性のテクスを持つことが示されている。このため、π 軌道を電子で埋めることで TX 結合が壊れ、ハロゲン解離が起こると考えられる。そして実際、過剰なハロゲンの負荷の際、デルロフェンに相当する342ナノメートルのピークは小さくなり、赤型変異吸収ピークが現れた。 より重いハロゲンを使うことで、ピークの赤かった変異は、より大きくなった。PTBR2 のサンプルに447.5ナノメートルの照明を照射すると、サンプルの吸収スペクトルは、12秒間で急激に変化し、PT の値に戻った。また、プロトン核磁気共鳴を用いても観測された。しかし、F2 では、ハロゲンの PT に対する高い反応性のため、 かなりの分解産物が見られた。フッ素は水に対して高い反応性を持ち、フッ化水素酸に変化するため、二サンジメチルマイナス1、酸ブタジエンの代わりに水をハロゲントラップとして用いることで、この分解は回避できる。過酸化水素によるテルロフェンの処理2013年、セフィーロズラは、2、 ゴージフェニルテルロフェンのパラクライのフェニル元をオクタエチレングリコールモノメチルエーテルで置換することで水溶性のテルロフェンを初めて報告した。これは初めて合成されたヨードエッグを用いて行われた。ヨードエッグはヨードフェノールに付加されヨード4エッグベンゼンを形成した。さらにその等カップリングに強し生じたブジーンをテルルカナトリウムで処理して 望みの化合物を生成する。デルロフェンを過酸化水素で処理すると、紫外線吸収スペクトルの435ナノメートルのピークが赤方変異する。過剰な過酸化物で処理することにより、435ナノメートルのピークがなくなり、280ナノメートルにピークが現れる。反応速度の分析により、過酸化水素とデルロフェンの両方で一時反応である。 ことが分かった。また、四百三十五ナノメートルの吸収ピークを持つ生成物は、ジヒドロキシテルロフェン、280ナノメートルの生成物は、テルロケトンであることも分かった。テルロケトンは、テルロフェンの水溶液に、青色 LED を照射することでも生じ、一重抗酸素により、酸化できることが示される。さらに、テルロキシド溶液をマイナス零 0.5V で処理すると、 吸収ピークが消失する代わりに、ジアリルテルロフェンに相当する354ナノメートルのピークが生じる。0 8ボルトをかけるとこのプロセスが逆転し、過逆の酸化であることが示される。水火用テルロフェンの合成2017年、セフィーロズラは、メタクロロ観測鉱山の存在かかつ、高気条件下で、2、ゴジフェニルテルロフェンの酸化的快感を報告した。 密度反関数理論計算により、PT の酸化により生じる手酸化 PTO は低いホモレベルで、ルモはかなり安定している。これにより、ホモ、ルモエネルギーギャップが非常に小さくなるため、吸収スペクトルの最大値の赤型変異が予測される。さらに、ルモの電子密度は、テオシグマ軌道を含むことが分かった。この軌道の様子は、数に示すように、 アボガドロとゲーミを用いても再現されている。B3 リップ関数及び6から 31G 規定関数計により、アボガドロとゲーミを用いて計算したテルロキシドのルモプラス2、ルモプラス1、ルモ、ホモ、ホモマイナス1等量のメタクロロ観測交算を PTO 液に加えることですぐに無色から黄色に変化する。しかし、 4等量のメタクロロ化安息鉱酸を加えると388ナノメートルの吸収が徐々に減って300ナノメートル以下の吸収が増加する。コンピュータ計算からは赤型変異が期待されるが観測された青型変異は異なる反応経路によるテルロキシドがテルロンの形成を妨げていることが示された。プロトン核磁気共鳴による反応の分析により 生成物の黄色い個体はメタクロロカンソク鉱の添加により 1123.3ppm で定時上遷移することが明らかとなった。溶液中の生成物の NMR スペクトル及び吸収スペクトルよりこの生成物はテルロキシドと同定された。8等量の過剰なメタクロロカンソク鉱を加えると溶液は明るい黄色になるが 一晩拡拌することで徐々に色は消える。質量分析とプロトン核磁気共鳴のデータの組み合わせで最終的な生成物は不要性の白色個体が二酸化テルル、無色の個体がマイナス1、4次フェニルブタマイナス2円マイナス1、4次オンであることが明らかとなった。この結果は過剰量のメタクロロ化安息抗酸を加えてもテルロンが形成されないことを裏付けた。 酸素とマクプバを用いたにゴジアリルテルロフェンの光酸化の二つの経路一重光、酸素トラップである Q、十ジフェニルアントラセンを用い、PT への照射時の一重光酸素の形成を調査した。PT と Q、十ドパの両方を含む溶液に白色光を照射すると三百五十五ナノメートルの吸収の減少が観察され、これは Q、 10度波に一重高酸素が1、4孵化して、エンドペロキシドを形成するため、一重高酸素の存在を示唆していた。次に、PT の重水素化、クロロホルム溶液には365ナノメートルの光が照射され、1時間後、PT が完全に ED に変わるとともにに、酸化テルルが形成される現象が見られた。中山十造らは、 テトラフェニルセレノフェン溶液への4等量のメタクロロ、下半足鉱酸の添加によっても、エンジオン化合物と二酸化セレンが形成されることを報告した。メカニズムとしては、1等量のメタクロロ下半足鉱酸がセレノキシドを形成し、残りの3等量がセレノフェンと反応して、セレノンジエポキシド中間体を形成する。 このメカニズムは、メタクロロカンソク鉱の添加によるテルロキシドの形成、4等量のメタクロロカンソク鉱の添加によるエンジオン化合物の形成に相当している。リンコ廃ピナコールボロン酸チカンテルロフェンチオフェンと比べ、テルロフェンは、広角バンドギャップが低く、特にルモのレベルが低く、電化キャリア移動が高い。それまで報告されていた、リンコ廃物質は、 イリジウムや白金等の高価なレアメタルを含むものだったが2014年リバルドラは室温でピナコールボロン酸地カテルロフェンの輪行を報告した。テルロフェンが THF に溶解しているだけでは発酵せず固体状態で THF 水中で凝集することで明るい緑色に発光することから輪行は凝集により誘導されることが明らかとなった。 二週間テテルロフェンは、非放射性であることが分かり、B テ B の手中心が、輪行において、重要な役割を果たしていることが示された。ピナコールボロン酸エステルをチオフェンで置き換えると発酵は消え、手と物品が発酵を起こす、協調的役割を担っていることが示された。B テ B の密度反関数理論計算により、ホモについては、 手の P 軌道の孤立電子体がかなり寄与していること、ルモについては BC 結合にかなり極在していることが明らかとなった。さらに、見え光状態のエネルギーは一重高齢期状態に縮退し、効率的な三重高マイナス一重高交差が起こって発光につながることが見出された。これは、見え光状態のエネルギーが一ブ高い、イオウやセリンのアナログと対照的である。 電池供与器と電子吸引器を持つにゴジアリルテルロフェン2018年大熊健太郎らは連続するジテルリド交換と分子間間化反応により様々な電子供与器や電子吸引器が置換した様々なにゴジアリルテルロフェンの構成を報告した電子供与器と電子吸引器が同時に置換するとほぼルモギャップが大幅に小さくなるさらに 溶媒の極性が大きくなると、最大急行がより長い波長にシフトするため、大きなソルバトクロミズムが観察される。密度反関数理論計算によると、ホモはテルロフェン及び電子共用置換器の π 軌道に極在し、ルモはテルロフェン及び電子吸引置換器の π 軌道に極在する。電子共用化と電子吸引化の両方が、ルモが安定化し、 ホモルも繊維が大きな電解動性を持つため、ソルバとクロミズムが起こることが説明される。このように、パイ教薬テルロフェンの光電子特性を、どのように調整できるかが示された。B3 リップ関数及び6から31、G 規定関数計により、アボガドロとゲーミを用いて計算した P、アニシル及び P、シアノフェニルチ間に、ゴジアリルテルロフェンの、ルモと、 ホモこの分子について、ゲーミで密度反関数理論計算を行うと、ホモトルモ軌道は、大熊が示した図の軌道と量的に合致することが明らかとなり、ホモトルモは、各の,の P、アニシル、P、シアノフェニル地換気上の拡大軌道非極在化を見せることが示された。2016年、セフィーロズラは、触媒線移住号による、はっきりした、 高分子量のポリマイナス酸アルキルテルロフェンの合成を報告した。触媒繊維1号は分子量の分布幅が狭くエンドギャップがはっきりしている場合のポリマー合成の重要な手段であるが2013年に P3 テブの構成に触媒繊維1号を適用した場合分子量が低く幅広い分散になることが見出された。分散幅の狭い P3 テブを得るために 動的研究と密度反関数理論計算から最適な条件が調べられた。実験的に、重合速度と重合の質に分岐速差が重要な役割を果たしていることが見出された。この効果を抑えるために、様々な他の速差を持つモノマーが合成された。ここから、複素間からより離れた3位または4位に、エチル速差を移動することで、重合の速度と制御が改善され、 分散が狭く、高分子量のポリマーが得られた。この改善は、立体障害がなくなったことに起因する。さらに、複素間から遠くに、即座分を移動させることで、可視光吸収が赤かった変異し、このために、ねじれぬ程度が減少し、テルロ変骨格間の強薬の増加をもたらすことが、見出された。スティルカップリングによる、P3 テブの合成、ヒネラは、 ゴジブロもマイナス3度でシルテルロフェントマイナス1にビスエチレンのうだ、小ギ、スティルカップリングにより、テルロフェンとビニレンの強重抗体を初めて構成し、その結果、MN が約10桁で分散幅が2.4の P3 テブが57%の終率で生成したと報告した。チオフェイやセレノフェンのアナログの構成により、 ルモの安定化のため高学バンドギャップが減少し、P3 テブでは1.4エブという小さなバンドギャップとなる。有機電解効果トランジスタの構築により、セレノフェン1号体が最も高い電子移動度を持ち、テルルはサイズが大きく、より近くで、鎖りいてて相互作用が起こる。可能性が高いにもかかわらず、P3 テブの溶解度の低さと膜形成の弱さのため、 テルルアナログでは移動度が増えないことが明らかとなった。そのため、妖怪度を増すような即さの就職の研究が行われた。ボランをぶら下げたテルロエーテルの合成2015年、ステファンらは分子間フラストレーティドルイスペアとして働く放送を結合したビニルテルロエーテルを報告した。これは、ペンタン中、室温でテルルアセチリドと トリスボランを反応させることにより、94%の周率で明るい大色の結晶として得られた。11倍と NMR により、この生成物は4排位子の放送原子を持つことが明らかとなり、これは信号幅が広いため、で B の弱い相互作用を示している。室温でこの化合物とフェニルアセチレンを反応させると、 アルキン結合をまたいだシスマイナス1に負荷が起こり、X 線散乱分光法により、6イン間ンビー複素間の創生イオンができていることが観察される。テルルとウ素の周りの排気化は、各々、疑酸化水型疑種面体系である。CC 結合長は、CC30 結合よりも長く、CC20 結合に近い 1.326A で、あると観測され、 フラストレーティドルイスペアにより、フェニルアセチレンを活性化することが示される。しかし、テルロエーテルの嗅覚性が弱いため、報告されている他のフラストレーティドルイスペアと異なり、水素分子や結合した二酸化炭素は活性化できない。テルロエーテルは、ハロゲンにより酸化されててジハロゲン加工物を形成することはないが、要素と反応して五インの手びい愛服素管を、 形成することが分かっている。テルル飽素複素間の合成後に、ステファンらは、1ボラマイナス4テルローシクロヘキサマイナス2、ゴージエントに同量の末端アルキンを加熱し、反応させることで、ジアリルアルキンが脱にして様々なテビー複素間を合成できることを報告した。X 線結晶分析により、複素間中の c c 結合長は、c c 二重結合の長さと近く、 分子内非極剤化があることを示している。この反応は、アルキンの末端 CH の炭素が、酵素に結合した状態で、高い位置選択性で進行した。この観測結果と合わせ、テルルと酵素原子が、フラストレーティドルースペアとして働き、酵素中心の傘さ高さのため酵素が CH 炭素に結合するように、アルキンへの感覚負荷が起こるということが提案されている。 2018年、アルケン、ケトン、アルデヒドへのヒドロ放送化のための便利な試薬となる4、H-1、4テルラボリンが合成され、フラストレーティドルイスペア科学の理解がさらに進んだ。ボロン酸ミダでキャップされたカルコゲン複素缶水素、結合性有機構造体は、水素結合や、パイパイ相互作用のような非共有相互作用で、結びついた多項性有機材料である。 しかし、水素結合が比較的弱いため、溶媒を除去しても多項性を維持し続けることはほとんどない。それにもかかわらず、抱負の弱い相互作用のため、共有結合性有機構造体と比べ、結晶学研究に強しやすい単結晶を形成させる。次に、抱負は相互作用が弱いため、溶解、再結晶により容易に再生することができる。 2016年、セフィーロズラは、水素結合の共有体と需要体の両方を含む、N、メチルイミノに作酸のボロン酸需オでキャップされた、カルコゲン複素間から、豊富を合成したことを報告した。ミダキャップのチオフェン、セレノフェン、テルロフェンは、スティルカップリングにより合成される。d p t ミダとドップスミダの結晶構造からは、CHO 水素結合と、 c h パイ相互作用の存在が示される。ドプトミダは DPT ミダやドップスミダに比べて結晶角が低いため結晶学分析に供することはできず、粉末解説により見出された。しかし、ドプトミダのメインの産卵ピークは DPT ミダトップやセミダのものと似ており、これら3つの構造体はどれも似た構造に自己組織化されることが示唆された。 熱重量分析により、d p t ミダとドップスミダでは、約摂氏150度、ドプトとミダでは、約摂氏170度で、アセートニトリル分子が除去され、また、摂氏350度を超えると3つすべての豊富が分解することが明らかとなった。摂氏0度での二酸化炭素の吸収からは、d p t ミダが最大の表面積を持つことがわかる。さらに、d p t ミダとドップスミダは、 ビルディングブロック1モルあたり1モルのに酸化炭素を吸収するのに対し、ドップとミダでは0.5モルのに酸化炭素を吸収する。また、量子収量6.6%の DPT ミダに対し、ドップとミダは弱い傾向を持つことが観測される。ありがとうございます。